すみません、私金属アレルギーでして。ああ今日は私が給食当番の日だけど、できれば避けたかった。私は金属アレルギーを持っていて、給食ワゴンに触れないからだ。金属アレルギーはニッケルやクロムなどの特定の金属に反応して免疫機能が炎症を引き起こすアレルギーだ。ジンマシンが出て皮膚がかぶれたり、ひどい時は熱まで出して入院する危険性もある。だけど、ふざけるな。なんだ。校舎中に先生の怒号が飛んだ。この人は今日の朝赴任してきた金田先生。前任の先生がスノボで背骨を骨折してしまい、急遽私たちの担任になった。お前な、あまり教師をなめるなよ。いくら当番が面倒だからって大人に嘘をつくんじゃない。とんでもないやつだなお前は。いや嘘じゃなくてですね、先生は私が触りたくて嘘をついていると思っているようだ。ものすごい剣幕で怒り出した。お前名前は。あの安藤安寿ですけど。わかった、覚えておこう。お前は要注意人物だ。まだ自分のクラスの児童の名前を覚えきれていない先生は、なぜか私の名前をボードに書き込んだ。せめてゴム手袋を。先生、本当なんだ、アンジュは。うるさい、ちゃんと給食を運んでおけよ。そして先生は言ってしまった。どうしよう。俺が代わりにやってやるよ。なんだか怖い先生ね。その日はクラスメイトが代わってくれて事なきを得たんだけど。ママ。アンジュ？金属アレルギーですね。私の金属アレルギーが発覚したのは3歳の時だ。ママのネックレスに憧れてこっそりつけてみたら、首周りがひどく腫れてしまった。それから私は金属製のものをなるべく避ける生活を送ることになった。いいな。公園でもブランコや鉄棒、ジャングルジムなど鉄製の遊具では遊べないし、教室の机や椅子の金属部分には布を巻いてる。自然と手足が触れるのを防ぐためだ。だけどちゃんと気をつけてさえいれば、日常生活にさほど支障はなかったんだ。いいぞ、逃げろ逃げろ。すぐに捕まっちゃう狩りはつまらねえからな。俺は龍島鉄司、フリーのヤクザだ。今日は蛇垣組の補充要員として派遣されていた。安藤の兄貴の趣味はハント。いやー、おい鉄司、右から行け右から。俺は左だ。はい。兄貴の今日の獲物は夜の街のホストだ。どうやら組長の娘に手を出そうとしたらしい。お前さ、俺が狩りが好きな理由わかるか？仕事だから。残念。楽しいからだよ。結局のところ無邪気な狂気が一番怖え。見てる。あの日から先生は私がサボっていないかマークすることに決めたようだ。金田先生、至急職員室までお越しください。早く行けよ。掃除の時間や自習の時間など気がつくと私のことをじっと見てくるようになった。先生は私のことをものすごい不良少女だと思い込んでいるようだ。だから私は改めて先生に説明することにした。その本当にアレルギーを持っていまして、これ学校にも提出してる生活管理指導表のコピーです。これを確認してもらえば。ああ、アンジュちゃんは金属アレルギーなんだっけ。するとその時隣のクラスの先生が話に入ってきてくれて。私も甲殻類は食べられないからさ、アレルギーって大変よね。はい。これで先生も信じてくれる。私はそう確信したんだけど。いいか安藤、俺を騙せると思うなよ。え？先生は誰にも聞こえない声でそう言った。子供は嘘つきだ。放っておくとすぐにサボりたがる自堕落な生き物だと俺は知っている。これでも教師歴は長いからな。いや先生、改ざんされた生活管理指導表を提出してくる児童など今まで5万といた。嘘じゃなくて。これだけは覚えておけ安藤、他の先生や児童たちを騙せたとしても俺には聞かん。俺は見ているぞ。よほど私の第一印象が悪かったのか、先生はそれでも頑なに信じてはくれなかったんだ。
よし、お前ちょっと来い、証明してやる。え？すると先生はなぜか私を図工室まで連れてきた。これを見ろ。先生が指さしたのは図工室の机の上に乗っている粉。鉄製のものを加工した際に出たんだろう。これを切り粉、またはダライ粉と呼ぶこともある。それは金属のパイプなどをノコギリなどで切った時に出る鉄くず、金属粉だった。そのこれを一体どうするつもりだろう。私は嫌な予感しかしなかった。いいか、お前がこれを吸引すれば一発でわかる。え？先生はとんでもないことを言い出した。お前が金属アレルギーなどを傘に着て常習的にサボっている事実がな。そして次の瞬間、逆再！先生がくしゃみをして金属粉が宙を舞った。私は思わず吸い込んでしまった。まずい。金田先生、至急職員室までお越しください。そして案の定、私は倒れ込んでしまった。アレルギー反応を起こしたのだ。気管が収縮して呼吸困難になってしまった。だけど先生はちょうど職員室に呼ばれて図工室を出て行ってしまった。私は誰もいない図工室で一人もがき苦しんでいた。大変だ。その時偶然通りかかったアントンさんが私を発見してくれて、すぐに病院に運び込まれて難を逃れた私だったけど。一体どうしたというんだ、金属粉を吸引するなど。ううん、なんでもないの。もし先生に両親からクレームが行ったりしたら、サボるために保護者を利用したなんて言われそうだから、私はパパやママに本当のことは言わないことにした。そして数日後、症状が回復した私は復学することになった。大丈夫かよアンジュ、何があったの？ううん、なんでもないの、ちょっと転んじゃって。だけどもう先生を説得することは諦めていた。きっと私が何を言ったってもう信じてはもらえないだろう。学校では転んで失神したことにしたのだ。幸い学校で金属を使うことはあまり多くない。その時だけ少し我慢すればこれ以上嫌な思いをせずに済むんだ。だけど、あー、5年2組はグランドに集合。今日の体育、今日はみんなで鉄棒をする。鉄棒。早速次のピンチが訪れてしまった。読んで字のごとく鉄棒は思い切り鉄製だったから、私は鉄棒に触れないから本当はいつも見学させてもらってるんだけど、どうしよう。でも金田先生に言ったら。その時、おい安藤、何をしている、次はお前の番だ、早くしろ。案の定もたもたしている私は先生に見つかってしまった。安藤、今日こそお前の嘘を暴いてやるよ。この前はなぜか病院に搬送されたようだが、おそらくそれも大人たちをだまくらかすためのパフォーマンスの一つ。俺は騙されんぞ。私は先生の考えていることがなんとなくわかる気がした。じゃあ安藤、前に出て逆上がりをするんだ。はい。できればもうあんな思いはしたくない。だけど逆上がりさえしちゃえば、先生は許してくれるんだ。触れないです。やっぱり私は怖くって鉄棒を触ることができなかった。だけどその時、なら俺が手伝ってやる。先生何やってんだよ。離して。先生はあろうことか私の手をダクトテープで鉄棒にぐるぐる巻きにし始めたんだ。いいかお前たち、俺が担任になったからには絶対に誰もサボらせはしない。先生なんで信じてくれねえんだよ。本当だって。本当にアンジュちゃんは金属アレルギーなのよ。行けアンド、そのまま逆上がりだ。もう見てらんねえよ。私も手伝うわ。先生の制止を振り切ってみんなが私を助け出してくれたんだけど、そこからはほとんど記憶がない。おい、アンジュ。この時にはまた発熱の症状まで出ていたのだ。意識が朦朧となったまま、私は無意識にパパのところに向かっていたらしい。私は気がつくと事務所の玄関にいた。お嬢、おいアンジュ、どうしたんだ。なんだよこの手、パンパンじゃねえか。するとすぐに
パパが私のことを見つけてくれて。おい、しっかりしろ。やっぱり学校で何かあったのか。パパ、救急車、救急車だ。その時、あんたは翌日、薬を飲んで症状が治まり、熱が下がった私は日帰りで退院することができた。だけど、はあ、行きたくないよ。私の心は晴れなかった。このままどこか遠くに行っちゃおうかな。どこか金田先生のいないところに。その時、鉄棒の周りに人だかりができていることに気がついた。ん？パパ？よく見たら、騒ぎの中心には私のパパがいたんだ。話して、話して。アンジュもそうやっててめえにお願いしたんだよな。だがお前はどうした？聞かずに縛りつけたんだろう。パパはなぜか先生を鉄棒に縛りつけているようで。安藤。その時、先生は私の姿を見つけて。先生。言えよ、先に言えよ。そう、私のパパはヤクザだったのだ。パパはクラスメイトから事情を聞いて組のみんなでやってきたらしい。先生と話をつけるために。ところで、俺は狩りが大好きでね。鹿を裁くから皮を剥ぐのは得意なんだよ。いや、さっきから何を言って。お前にプレゼントしてやる。真っ赤な手袋をよ。ギャー。そしてパパは先生の手を。俺はしばらく気を失っていたようだ。だがふと目を覚ますと、ギャー、赤い手袋の完成だ。俺の手は真っ赤に染まっていたんだ。本当にやられてしまったらしい。腕が、俺の腕が。そんな俺の姿を見て児童たちは笑っていた。俺は恐怖のあまり猛ダッシュでその場から逃げ出した。これは絵の具だ。赤い塗料が塗られているだけだが。そして病院に駆け込んだ俺だったが、衝撃の事実が発覚した。俺はてっきり手の皮が剥がれたのかと。あのナイフは塗料の缶を開けるために取り出したものだった。その後、パパは先生のこれまでの行動を学校側に報告し、先生は学校を解雇された。そして私はもう二度と先生の姿を見ることはなかった。だが本当の地獄はこれからだ。せいぜい逃げ回るこったな。兄貴のハントが始まったのだった。